貯油施設とは、油を貯蔵するための施設である。ただし、ここで貯蔵する油の種類は、施設によって様々であって、一つの施設に一種類の油だけが貯蔵されているとは限らない。なお、日本では、水質汚濁防止法と水質汚濁防止法施行令によって、貯油施設の定義付けがなされている。貯油施設には、様々な規模、タイプのものが存在する。 この中で大規模な石油の貯油施設は、製油所の近くで、かつ、石油タンカーが接岸できるような臨海部に立地するのが通常である。ここから、タンクローリーや、鉄道用専用貨車やバージ船や、パイプラインなどによって、油を必要としている場所に運ばれる。この意味で、貯油施設は、消費者に油を引き渡す前に油を集めておく一時的な貯蔵所であると言える。なお、 貯有施設はこれらすべての手段が利用できるようになっている必要はない。必要に応じてタンクローリーを使う貯有施設は道路が引き入れられているし鉄道用専用貨車を使う貯有施設は鉄道が引き入れられているしバージ船を使う貯有施設は河川や運河が引き入れられているしパイプラインを使う貯有施設はパイプラインと直結されている。ただし ほとんどの貯油施設には道路が引き込まれており、ほとんどの貯油施設でタンクローリーでの出荷が可能である。よって、例えば近くの工場へはパイプラインを用い、他へはタンクローリーを用いるなど、貯油施設の中にはこれらが組み合わされて用いられる場合もある。また数ある貯油施設の中には、高度に自動化されたところもあれば、そうではないところもあり、 さらに貯蔵されている油の性質も様々なので管理の仕方もまちまちである。貯油施設には大量の油が貯蔵されているために一旦火災が起こってしまうとその沈下は難しくまた災害につながる恐れも大きい。油は可燃物であるし中には容易に揮発する成分が含まれる油もあるために貯油施設では火器の扱いには最新の注意を必要とする。 日本で、貯油施設は、水質汚濁防止法施行例によって、原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、気発油、動植物油を貯蔵する施設、と定義されており、例外規定は、同志行例の別表にて記述されている。石油貯蔵タンクこの日本の定義における、貯油施設の具体的な施設例としては、次のようなものがある。このように、 油は地上や地下に設置した専用のタンクに貯蔵されている。なお、世界の中でも比較的地震の多い日本では一般的な建築物よりも耐震基準が厳しく定められている。このため日本では一般的な市街地の中にもあるガソリンスタンドを大規模な地震が発生した際にも倒壊していないであるを建築物と考えて 何らかの活用法がないか模索する動きも見られる。貯油施設に関係する日本での法令としては次のようなものがある。多くの空港が貯油施設を備えている。空港の中には内陸部に立地するものも多数あるので、その意味では通常臨海部に貯油施設が立地するということには語弊があるかもしれない。ましてガソリンスタンドなどの小規模な貯油施設ならば、 至るところに設置されている。同じく、空港の傍らに制油所があるケースというのもあまりない。というよりもむしろそんな立地は危険なので、通常制油所の近くに、貯油施設が立地するということには、語弊があるかもしれない。ただし、空港付属の貯油施設は、フューエルファームズ、つまり、燃料貯蔵所と呼ばれることが普通である。 通常の貯油施設はオイルデポーと呼ばれるので、英語では両者が明確に区別されていると言える。例えば2011年3月の東北地方、太平洋沖地震の時に千葉県の貯油施設で発生した火災は、事実上、中の油がなくなるまで沈下することができなかった。水質を抱く防止法施行令。E-GAV2020 年1月27日閲覧。 ありがとうございます。